坂出市林田町にあるマロッコ広場では月に2回同じくらいの月齢の子どもがいる親同士が情報交換をする赤ちゃん広場が開かれています。8月29日の赤ちゃん広場では同じ悩みや質問を共有することで子育て中のストレス軽減や悩みの解決を目指すおしゃべり会が開かれました。おしゃべり会では初めに自己紹介をした後、寝かしつけの際の悩み、お父さんの育児の参加についてなど多くの質問が出ていました。参加された方は悩みや質問に共感しつつ自分の経験を交えながらアドバイスを出し合っていました。また悩みを共感していくことで自分一人が感じている悩みではないと少し安心している様子も見られました。その後には子どもたちの体重や身長を測って健やかに育っていく様子を記録しました。ここを見てもらって最後には写真や今の身長、体重を記録したアルバムを作りました。あーでもやっぱ知らんこととかいっぱいあったんで参考にさせてもらえることいっぱいあったんですごい勉強になりました。やっぱり自分は困ってないことでも他の方が困ったりとか自分がすごい悩んでたことでも案外あっさり解決しちゃったりとかして参加してみてすごく心がこう軽くなったというかそんな感じがしました。自分だけじゃないんやっていう気持ちをこう共有してもらったり本当にこうさっきもそうだったんですけどあ皆さんそうしとったんやなみたいなじゃあもううちもそうしようみたいに思ってもらえたりとかしたらすごくいいのかなって思っています。自分だけじゃないんだっていうことを感じてもらってみんなで一緒にお話しして少しでも気持ちが楽になったらいいなと思っています。お家で子どもと向き合ってっていう時間もね とても大変だと思うので少しでもこう出てきても出てくることも勇気がいると思うんですけどこう出てきてもらってみんなでこう楽しい時間を過ごせてもらえたらなっていうのをいつも思っています。皆さんの育児を応援するとともに子どもたちが元気に育っていくことを願っています。